はい、皆さんおはこんばんにちは。今回はミュウツーを使っていきたいと思います。ミュウツーはまだまだ練習中ということもあって、あんまりうまく扱えてないかもしれませんね。そのスマブラデラックスの頃からなんですけど、ミュウツーのこのダッシュの滑るような挙動とか、あと空中ジャンプのふわっとした挙動に全く慣れる気しなくてですね、まあそういう苦手意識持っちゃっててあんまり使ってこなかったんで、まああんまり結構不慣れなところあるかもしれませんが、そこはご了承くださいみたいな感じで。でとりあえずミュウツーの長所はなんといっても先ほどのシャドーボールの存在がでかいですね。マックスダメで 25% ぐらい入るんで、さらにはサムスのミサイルとかそういう弱い飛び道具なんかも貫通できるんで、マックスダメだったらね、やっぱりその技が主体の立ち回りがなることが多いですかね。あと空中ニュートラルも判定が広くて持続が長くてみたいな感じで、かなり使い勝手がいいですね。空中前攻撃も結構強いんですよね。ほとんどのキャラクターで空中後ろへってかなりのバースト力を持ってたりするんで、ミュウツーの場合はそれが前に来た感じですね。とりあえず相手がサムスなんで、ミュウツーの念力でチャージショット、反射技当てにしてないんですよね。その昔は確かに反射する側だったんですけど、やっぱり打つ側になって分かるんですけど、そのなんて言うんですかね、反射技を出した後の後突きなんかが狩られることが多いんですよね。やっぱり打つタイミングは人それぞれなんで、その下手に反射技を見せると、今作の反射技は発生が遅かったりとか後突きが長かったりとかあるんで、そういった意味ではちょっと使いにくくなったかなという印象がありますね。なんでサムスと戦うときは基本的にはジャストガードですね。やっぱりシャドーボールは強いですね。やっぱりこの技に頼っちゃうんですよね。続いてはファルコンですね。ファルコンは結構スピードのあるキャラなんで、ミュウツーだったらちょっときついかな。ミュウツーも割と足速かったりするんで、それを生かして立ち回りたいですね。でここではミュウツーの、短所について紹介したいなと思います。ミュウツーの短所といったらですね、やっぱり体が大きくて体重が軽いっていうことですかね。まあそういったこともあってあっさりバーストされやすいっていうことですかね。その一つ一つの技の性能が高いんですけど、やっぱりそういったこともあってあっさりバーストされやすいっていうのがやっぱり欠点として挙げられますかね。であとミュウツーはですね、空中に浮かされた後の何でしょう、下の相手に対してやることっていうのがちょっと薄いんで、相手に浮かされるとちょっとどうしようもないっていうのが辛いところですね。金縛り決まりましたね。ミュウツーの下必殺の金縛りは確か相手との目と目を合わせて出すと、まあ、あんな感じで相手はシールドブレイク状態になってくれるんで大きなリターンが取れますね。であと一つミュウツーの欠点として挙げられるのが、スマッシュ技の出が遅いっていうことなんですよね。一つ一つのスマッシュ攻撃は確かに強力なんですけど、横スマとか明らかに他のキャラと比べて発生が遅いかなっていう印象があるので、まあ先ほどのなんか金縛りとか やったら別ですけどね、成功したら、まあ、相手はシールドブレイク状態になってくれるんで、まあ発生の遅い横スマッシュでも倒せるっていうことがあるので。あんな感じで読みで横スマ当てていきたいですね。あとミュウツーは振り向き横スマとかあるんですよ。ミュウツーだけじゃないんですけど、その振り向き横スマとかであのバーストとかも狙っていきたいですね。
マジか。ウエストの途中で抜けられたか。このシャドーボールは大事にしたいな。今度当てていきたいところ。これはラッキーですね。最後はパルテナですね。パルテナか。とりあえずシャドーボールを反射されないように気をつけたいですね。でここからはミュウツーの立ち回りについてなんですけど、まあ体が大きいですからね。あ、反射されましたねまあ割と尻尾を使った攻撃がかなりリーチがなかったりするんで、下強なんかも結構出が早くて扱いやすいですし、あと上手いミュウツー使いの方はですね、下強からの派生なんかもよくやってくる方が多いですよね。下強で浮かせてから空中前で空中ニュートラルとかにつなげてくる方も多いんで、そういったコンボなんかを練習するのもいいかもしれません。あとは空中ニュートラルとかも使い勝手いいですし、あと何があったかな。あ、そうだ、ミュウツーの特徴として確か投げが強かったですよね。ミュウツーの投げはですね、全体的に結構強くてですね、特に上投げなんか 120% ぐらいでバースト狙えたりするんで、そういったのもやっていきたいですね。ちょっとテレポートミスった感じですね。ちょっとスティックが上斜め右に入っちゃった感じですかね。まあ私も人のこと言えないんですけどね、ミュウツーのテレポートの復帰っていうのは意外とあの入力変化の受付時間が短かったりするんで、体感でなんで、復帰入力を間違えて、まあ復帰ミスったりとか、あとあ予想もしなかったあのところに飛んで着地スキを狩られるっていうことは私も結構あります。なんせ私のテレポートはあの着地狩りとか復帰阻止から逃げる用途で使う感じなんでね、よくあの飛ぶ方向をミスって狩られることが多いんですよね。というわけで、今回は、もうちょっと練習が必要かなっていう感じで今回終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。